徳山戦艦は中国の東大の前奏。送り名は賢秀大師。属性は州、関州冷す県の出身。古来、前者の間では徳山の俊厳な前風を表す。徳山の棒は臨済の勝と並んで有名である。若くして仏像に入り、諸教論を学び、立像を極めていた。また、常に混合行を交渉していたので、 衆混合と呼ばれるほどであった。あと、石頭衆の天皇堂悟るの法師である、流丹宗神に指示し、その手法となり、30年間にわたって、その門下で修繕した。その後、伊産霊友らに参戦した。海将の廃物寺には、毒浮山の石室で難を避け、戦争の大中発、また復津により、847年頃、 武良軍大衆の説のべ持ちの要請によって、秋田州武良県の徳山に住し、少女を古徳全員渡航した。門下からは、説法に、あり、元頭全らが排出した。865年12月3日、宣言した。去年84、法六65。徳山、州に示して曰く、道家るモナリタ十坊、道家ざるモナリタ十坊。 速やかに道へ、速やかに道へ。河原選手このように、徳山は山を訪れる修行像を三尺の棒を持って、迎えて、工場を迫り、是非に関係なく棒で打ったと言われる。一見乱暴な逸話だが、徳山が与えた三十棒は、資料分別の世界に迷う修行者に与えられた前期で、ある、とする考案である。ありがとうございます。